こんにちは、ジョニーです。クリスマスの週末なんですけど、東京は天気が非常に悪いですね。ちょっとね、今日話したいことをちょっとメモにまとめてあるんですよね。ちょっと待って、なんかさ、歩道ないところでさ、車横に止めるとさ、マジ危ないと思うんだけど。今日は、なんかちょいちょい資産運用とかの話を僕、ブログとか YouTube の動画の中で話してると思うんですけど、今日は、来年2019年向けの、資産運用についてまとめてみたので、それについてちょっと話そうと思ってます。まあ、もう年末だって言うんですけど、今年年足陰線になりそうで、まあ、年足陰線っていうのはその今年の1月の大発会の初値と今年の終わりの終わり値が、初値の方が高い状態、下がった状態になると、もう10年ぶりぐらいの、10年ぶり？ちょっといつ以来か分かんないですけど、安倍政権になって以来の陰線ってことで、まあそれで、まあ、来年以降は、何でもかんでも買っとけば儲かるみたいな、そんな時代は、去年までで終わったのかなっていうふうになので思ってます。実際多分今年資産運用をやっていた人たちも、まあもしかしたら結構損失抱えちゃってるのかなっていうような気もするので、そういう人たちにとってもちょっと参考になったらいいなと思ってます。で、まあ正直まあ逆に言うと、これから資産運用を始めるっていう人にとっては、なんだろうな、むしろ、まあ、チャンスだと思った方がよくってですね、ここまでずっと上がり続けてきちゃったんで、買うタイミングがあんまなかったんですよね。なのでもしかしたら今後半年とか1年とかは買いのチャンスかもしれないんで、そういう人たちにとってもいい情報になると思うんで、参考にしていただけたらと思います。それでは早速なんですけど、個人的には 2% の利回りが2019年出せたら万歳だと思ってて、まあなんでかっていうと、なんで 2% かっていうと、多分今の状況もあるんですけど、多分マーケット厳しい2019年になるんじゃないかと思ってます。後半わかんないですけど、先行きが見えない状況が続いてるので、ちょっと楽観視はできないと思ってます。で、まあ、そんな中で、
これはあくまでサラリーマン向けなので、なんかすでに資産をすごい抱えている人たちにとってはあんまり有益でもなんでもない情報だと思うんですけど、一つ一つちょっと説明していきたいと思います。先に結論を言うと、資産運用としておそらく有効なのは5つ5個あってですね、1個目が、まあ、これ資産運用とは言わないんですけど、ふるさと納税、変な話ですけど、これの利回りはめちゃめちゃ大きいですね。2番目が、イデコ。イデコも所得税払ってる人にとっては大きい。でその次に、個人的にはNISAだと思ってて、まあ、NISA は利益出てないと意味ないんですけど、利益出てるんだったら NISA は節税効果あり。あとその他はちょっとなんかちまちましてて申し訳ないんですけど、楽天証券の投資信託を楽天カードで支払ってポイントをもらう、あとは楽天のポイント狙いでポイント投資をするっていうのがあります。で最後の1個、5番目が、SBI 証券での積み立て投資。まあ、この5個だと思ってます。で、買う方法ばっかり説明しちゃってますけど、まあ、何を買うかっていう話でいくと、これすごいシンプルで、日経平均連動の投資信託とトピックス連動の投資信託と、MSCI っていう海外の、株式指数連動型の投資信託を買うことをお勧めしてますと。じゃあここからちょっと細かく一個一個話していきたいと思います。日曜日の夜、この広尾地域人あんまいないかなと思ったんですけど、なんかまあまあいますね。とりあえず抜ける。なんかね、見てるとちょいちょい建て替えが行われて、新陳代謝が、ね、されてます。なんか新しいピザ屋さんができてて、ちょっと後で入ってみたいんだけど、ここね、なんかすごい綺麗なんだけど、このサードバーガーどうなんだろうな。ここね、ここもなんか建て替えられてて、ちょっと何になるのか分かんないですけど、どんどん
建物と中身が入れ替わっていると。なんか明日休みっていうのもあって、やっぱりなんか普段の日曜日よりも人が多い気がしますね。ね、疲労のお風呂屋さん。雨上がりっていうのもあるかもしれないですけど、湿度がやや高めで、なんかあんまり寒くないですね今日は。もうね、腕がすごい疲れるんですけど、今日はスケボー持ってないんで右手でも行けます。ちょっと1個目がふるさと納税なんですけど、今年の場合最大で最大 40% ぐらいの、返礼品をもらえるっていうことで、まあかなりなんだろうな、簡単にっていうといけないんですけど、換金性の高い商品も一部に含まれてるんで、かなり利益を出したと言ってもいい、それにかなり近いあの商品かと思ってます。何かっていうと、全てのサイトで扱われてるわけじゃないんですけど、例えばふるさと本舗っていうサイトに行くと、まあ、佐賀県のとある自治体でAmazon のギフト券が Amazon のギフト券が返礼品として、扱われたりするんですね。で、まあ、それが全体の寄付の額の 40% ぐらいだったりします。でふるさと納税そのものの仕組みを端的に説明すると、住民税の前払いなんですよ。来年支払う予定の住民税を、今年のうちに一部支払う。でしかもそれを特定の自治体に支払うっていうのが、ふるさと納税の基本的な考え方で、なのでなんかね、利益出せるわけでも節税効果があるわけでもないっていうのがポイントなんですけど、さっき言ったようにアマゾンのギフト券とか買ってる分には、まあ、かなり換金性高いんで、実質的にリターンがあると言っていいと思ってますと。夜の公園に着いた。めちゃめちゃ暗い。で、来年分というか、今年分に
申し込むには年末までに申し込まないといけないんで、まあ、もしまだやってない方がいたら急いだ方がいいかも。全体でどれくらいの額が寄付できるかっていうのは、各サイトにシミュレーションできる、なんだろうな、なんかそういう機能がついてるんで、試してみてください。住民税払ってない人にとっては、何の意味もないんで、やるべきじゃないです。簡単に言うと。僕はね、ビザが良かったらできるという。で、あとそれと、そうだな、なんかね、ちょっとシミュレーションやった感じだと、例えば、年収、まあ、仮にですけど、年収1000万ぐらいの人だったりすると、20万円分ぐらいの、寄付までできるんで、そうすると 40% の Amazon ギフトカードが返ってくると8万円。まあ、利回り 40% とか本当、投資の世界では本当にありえないぐらい高いんで、絶対お得。夜の公園、誰もいないですね。本当にちょっと光がしかも足りなくてピントが合わない。で、2番目に挙げるのが、イデコで、イデコは所得税から控除されますと。まあ、なので、まあ、これも、まあ、投資するんですけど投資額分控除される。例えば 20% 所得税払ってる人であれば、まあ、自分の場合月2万3000円拠出できるんですけど、まあ、5万円弱ぐらい年末調整で返ってくる、まあ、そんなスキームです。まあ、何を買うかっていうのは後で説明するとして、そんな感じの仕組みですね。決して難しさはないんですよね。なんでやってる人が少ないかっていうと、ただ単純に手続きがめんどくさい。ちょっと人によって違うと思うんですけど、もしかしたら始めるまでに3ヶ月ぐらいかかるようなケースもあるかも。でも絶対にこれもお得なので、投資によるリターンっていうよりかは節税効果がかなり高いので、イデコはやるべきで、まあ、SBI 証券と楽天証券をおすすめしますけど、多分どこでも大丈夫。まあ、その2つは本当に取り扱っている、商品の数が多いので、
個人的にはおすすめしてますけど、まあ、別にどこじゃないとダメとかは、まあ、決してない。で、3番目がNISAですね。NISAも証券口座開いたりっていうのはあるんですけど、そんなに多分時間かかんない。1ヶ月もあれば多分準備は完了するんじゃないかな。まあなので、おすすめしてます。NISAは、まあ、これは節税って言ってもその投資で出た利益にかかる、まあ、通常分離課税で 20% かかるんですけど、まあ、それがかかんないっていうやつです。で、まあ、なのでこれも投資してる先のものでちゃんと利益出してないと全く意味ないんで、何に対して投資するのかっていうのはちゃんと吟味しないと、意味ないので注意が必要ですと。まあ、年間120万円までそのNISAの枠で投資が可能なので、まあ余力の範囲の中でやってみてもらえるといいんじゃないかなって思います。で、4番目が、楽天証券の積み立て投資投信を楽天カードで買うっていうのと、ポイント投資をするっていうのがありますと。まあ、これもね、投資のリターンじゃないんですけど、投資信託買ってポイントもらえるんですよね。楽天カードで決済すると街中でのお買い物でも 1% のポイントが皆さんもらえてると思うんですけど、それが毎月5万円分、年間60万円分、6000ポイント分、そこまでもらえるってことになってるんで、これはやっとくべき。まあ、確実に 1% の利益が出せるみたいなイメージですね。こんなに美味しいポイントのもらい方はなかなかないと思ってるんで、おすすめですと。で、ポイント投資はちょっと人が限定されるんですけど、楽天のヘビーユーザーだったらおすすめしたい。ポイントを1ポイントでも含めた状態で500円以上ポイント投資として購入すると、その月の楽天市場でのお買い物の 1% 分がポイントとしてさらにもらえますと。なんか楽天市場のポイントの付与は本当に額が凄まじくって、なんか先日ペイペイ 20% で大騒ぎでしたけど、セール時には本当に 20% を超える還元率でセールをやってますね。楽天カードホルダーだったら本当に、楽天のセール中にまとめ買いするとかなりお得だと思うんで、まあ、皆さんちょっともしそういう方であったら、まあ、検討した方がいいかも。で、最後に、もうなんか救急車止まってんな。5番目に挙げるのが通常の積み立て投資ですと。
まあここまでだけでイデコで20何万円でしょ。でふるさと納税で例えば10万円でNISAで120万、まあ多分200万ぐらいすでにいってると思うんですけど、それでもまだなお投資余力があるっていう人は、SBI 証券の、あの積み立て投資で、まあ、毎月の、積み立て投資をやるのが多分、いいんじゃないかなと思います。でなんで SBI がいいかっていうと、あの他の証券会社だと毎月何日に買いますなんですよ、積み立てが。だけど SBI 証券の場合毎営業日いくら設定ができるんですね。でこれが実はすごい嬉しくって、ドルコスト平均法で投資しようとすると、まあ、できるだけ分散した方がいいので、手数料がない限り、毎日できるのは一番効率がいい。まあ、なので、まあ、余力の額に応じて、まあ、例えば1日1000円でもいいんで、250営業日あれば25万追加で、資産運用できますと。で今、まあ、5つ、ご説明したのが、まあ、主に買い方なんですけど、サラリーマンが多分効率よく投資するための方法だと思います。で次に実際投資信託買うとしたら何買えばいいかっていう話なんですけど、これは正解はあんまりなくって、まあ、一つは手数料がかかんないってことは大前提。手数料はかからず、信託報酬が限りなくゼロで、日経平均みたいな指数連動型、あの海外でもいいんですけど先進国の、まあ、特に、まあ、アメリカと日本でいいと思うんですけど、インデックスに連動する指数連動型投資信託の商品が、一番いいと思います。まあ、ここもちょっと話し始めると長いんですけど、まあ、結論から言うとそうだと思ってますと。で一言だけ言っとくと、どんなヘッジファンドも長期投資って観点ではあのインデックス投資よりも高い成績を収めてないっていうのがその理由ですと。まあ、なので長期投資をするなら本当に黙って指数連動型の投資信託を買うっていうのが多分ベストで、まあ、各証券会社そういう商品を取り扱ってると思うんで、探してみてください。なんか僕の場合日経の商品、日経平均連動型連動の商品とトピックス連動の商品それぞれに、30% ずつで計 60% で、海外株式連動型 MSCI 連動なんですけど、それを 40% 分、購入してます。で、まあ、国内と海外の比率は本当に結構重要で、ちょっと為替リスクを負いたくないなら日本のものを買っときゃいいんですけど、
為替リスクを負いたくない場合は日本の商品を買っとけばいいんですけど、ただ日本円って結構安くなったりするんで、国内にいる分には気づかないんですけど、世界的に見るとどんどん資産目減りしてるみたいな状況がありえます。実際にこの20年間で株価上がってないのは日本だけだし、日本円も歴史的な安い水準にあるので、分散した方がいいと思います。で、まあ為替は為替で話し始めるとすごいちょっと長くなるんでちょっと割愛しますけど、そんな感じで、まあ、なので、まあ、サラリーマンそんなに有力ないんで、まあ、年間100万円でも貯蓄できたら十分かもしれないんですけど、なんか若いうちはお金どんどん使った方がいいみたいなのは本当嘘で、必要なところにちゃんとお金使っとかないと後で痛い目合うんで、ちょっとみんな気をつけた方がいいですよ。で本当にいろんな投資商品あると思うんですけど、手のかからない固めの投資ってそういうことだと思ってますと。で最初にお話ししたように、ここから、まあ、多分半年とか1年間ぐらいはちょうどいい買い時が来るような気がするんで、まあ、ちょっとそこに向けてちょこ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 買い続ける、で資産をも大量に持ち続け、最後まで持ち続けられた人が勝ちなので、決してなんか間違えて資産のほとんどを一気に使っちゃうみたいなことのないようにだけしてもらえたらいいかなと思ってます。ちょっとね、細かい話はブログとかにも書いてたりするんで、まあ、もしお時間ある方は見ていただけるといいかもしれないです。まあ、本当に、まあ、どんなに投資で頑張って利益出してもちょっとしたことで利益吹っ飛んじゃうんで、時間とお金を大切に、行きたくもない飲み会には行かないっていろんな人に僕言ってるんですけど、本当にそういうのすごい重要だと思うんで、投資自体よりも、まあ、その自分の何だろうな、価値っていうものを、まあ、しっかり考えた上で、貴重な時間を使っていただけたらいいかなと思います。まあ、一番手っ取り早い投資はね、勉強なんですよ、間違いなく。どんな科目でも本屋さん行けば手に入るなんて本当に幸せな時代だと思うんで、できるだけ自分の好きなこととか楽しいと思っていることに時間を割いてもらって、できればそれを仕事にできるような状況を作るっていうのが最高の人生なんじゃないかなと思ってます。じゃあちょっとまた詳細はブログで確認してください。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。